職人革命チャンネルの三浦聡です。この度は謝罪動画を作らせていただきました。この度はこのエアコンのこのウイングのこの部分ですねを壊してしまいまして誠に申し訳ございませんでした。アルバイトにこの部分つけられるかなと思ってお任せしてしまいまして、それで壊れてしまったんですけれども、まあその責任はもちろん私にありますので私が罰を受けなきゃいけないと思いました。こちらのですね動画で、故障の際の保証について、紹介させていただいておりますので説明は省かせていただくんですけれども、この度はこのようなことが起きましたことを申し訳ございませんでした。僕も昔回っていた時にやっぱり昨日のエアコンもそうだったんですけれども、20年以上、経つエアコンはかなりプラスチックのこの部分がですねかなり劣化しているので、本当は気をつけてですね、取り外ししなければいけないというのは、まあ、私自身は分かっていたんですけれども、本当に昨日に関しましては私がその注意点をですねしっかりとアルバイトの方にお伝えできておらずにですねこのようなことが起こってしまいました。逆にですねこのようなことがありましたので、これから私が指導する立場になった時に必ずねそのエアコンの型式を確認して古いものであればその注意点をですね徹底させていただくということを自分自身の腑に落とさせていただくことができましたので、本当にこのようなことがあるからこそ自分も成長できるなというふうに思います。ただし、まあ、このようなことがあるとやっぱりいくら保証されると言いましてもお客様の身からしてみればやっぱり気持ちいいことではないと思いますので、はい、その点に関しましては何度でも無料で、保証させていただきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。はい、ということで、この謝罪動画とさせていただきます。来年もぜひ、よろしくお願いいたします。その時はもちろんこのようなことがないように徹底して作業させていただきます。それではどうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。